マジでやばいって。おお、ちょっとこれやばいよ、マジで。こんにちは。こんにちは。ソーチャンネルです。ソー太郎です。ワンペです。始まりました、ソーチャンネル。はい、久しぶりですね。というわけで始まります、新企画。はい、新企画、何度飛んでます。はい、お願いします。新企画。特撮といえば、はい、特撮といえば何ですか。特撮といえば変身。違います。違う。はい、特撮といえば戦い。違います。さあ、もう一個。特撮といえば子供。おお、違います。違います。正解は、はい、ご飯です。そう、新企画始まります。新企画が始まるのです。特撮飯。ででん。特撮飯、楽しみですね。なんですか、特撮飯って言われてもわかんないんです。簡単に言いますと、僕サンシャイン、池崎さんが好きなんですね。あ、そうなの。知ってます、サンシャイン。知ってます。知ってます。芸人さんのやつです。YouTube で、漫画飯っていうのやられてるんですよ。はい、漫画に出てくる美味しいご飯を自分で再現して、作るっていう。上地君、我々、特撮出身俳優が。特撮バージョンで。やるんだ。はい、特撮飯始まりますよ。特撮飯が何なの、さっきから始まる。初めて。要するに特撮に出てくる、うん、いろんなご飯があるじゃん。 それを僕たちが再現すると、再現して食べて10段階評価をする。誰が。お前が。俺が。お前が俺にする。何か、もしくは徹底がする。はい、油物大好きだから。お、油物といえばメンチカツ。正解。正解。見てるな、激レンジャー。激レンジャー。そして激チョッパーといえばメンチカツ。というわけで第1回特撮飯、はい、メンチカツを作りたいと思います。やるでー。できるんですか。作ったことある。正直ないです。今回あえて全くレシピとかも見ないで、もう全く手順もわからない状態で、作りたいと思います。なるほど。はい、というわけで、はい、行ってみましょう。まずは買い出しから。はい、せーの。はい、はい、というわけで行ってきました、スーパー。はい、ごちゃごちゃうるさかったね。果たして、そうちゃんが購入したものは合ってるのかどうかですよね。合ってるでしょ。まず、牛ひき肉。牛ですね。牛ですね。メンチカツといえば牛でしょ。油でしょ。36歳だから体健やかでしょ。大事ですね。卵。つなぎってのを作るんですよ。お、つなぎ。つなぎ。玉ねぎでしょ。パン粉。あとね、胡椒よ。塩胡椒。味付けのね。味付け。はい、塩胡椒。クッキングフラワー。片栗粉、これ。あ、この小麦粉や。で、トンカツソース。ソース作れ。というわけで、はい、はい、ではもう洗っております。鍋に鍋をこれに置いといて、ちなみに今日この後の撮影があるんですもんね。この今日この後も。そう、この後撮影があるんで。あと1時間ぐらいで出なきゃいけないんですよ。そう、1時間以内にメンチカツを。急いでいいよ。2分で上がるでしょ。それでちょっと洗おうね。早くして。間に合うんですか。早くしろよ。流してもらっていい。まだ待っとけよ。俺は最高のメンチカツ壊してるからな。楽しみだね。まずは、卵を割ります。そしてお箸。調味料みたいに言うね。はい、混ぜます。ちょっと粗めに混ぜますよ。卵を準備しておきます。小麦粉を出しておきます。開けてくれるか。ああ、しょうがないね。すごいだせー。てか、もうマジであれじゃない。はい、油あったらいいんじゃないですか。マジで油あったのめちゃくちゃ皆さんご存知ないと思うんですけど、油は先に温めた方がいいです。
でまあこれさ、でも本当はさ油を何度とかにするんじゃないの？やっぱりね、君たちもちょっと気になると思うんで、こういうものがあります。玉ねぎも切ってんの？いや、剥きます。あれなんだね、もう結構、うん、テンポよく進んだら本当にすぐできちゃうかもしれない。できるでしょ。僕が君たちにたっぷりの愛情を込めて作りたいと思います。料理は愛情とテンポです。玉ねぎをみじん切りにします。でみじん切りっていうのは今回、メンチカツなんでちょっとザクザクめのやつにしたいと思います。前ともう15年以上ぐらいいるけど、うん、料理してるの初めて見たかも。本当？うん、やめな、そう、なんかちょっとできる人のみじん切りみたいな。これもうみじんでる。みじんでるね、確かみじんでるでしょ。うん、てか怖い、俺って怖い。ちょっと待って、玉ねぎ炒めるんじゃない？え、炒めねえか。どうねえ。で、てっちゃんはさ、はい、メンチカツも作ったことあるの？メンチカツはないです。この玉ねぎの皮もう一枚剥いてるの？この緑がなくなるまで、うん、辛いじゃん。もったいないじゃん。知らないじゃん。何かちっちゃ、包丁ちっちゃ。みじん切れてるやつ買えばよかった。いや、それはそうこうしてるうちにね、油がだんだん温まってきてていい感じだよ。そうでしょ。疲れた。ちょっと大きい包丁取ってくれ。何やん。それ見たい。あ、それ見たい。それ見たいよ。それ待ってた。違う違う違う、邪魔だから邪魔だ。あ、びっくりした。もうこのままメンチの中に入れるつもりかと思った。侮らないで。メンチダメんなよと思った。オニオンフライ作るんだ。今日は粗めで歯ごたえを楽しんでほしいんで、うん。でもそれ美味しそうだよね。それそれ。で、ガラをね、手袋つけます。手濡れちゃってるからもうなかなか入らない。さあ、お楽しみですよ。はい、というわけで、はい、みじん切りが終わりました。これからこのミンチ、ミンチ肉を、玉ねぎに入れます。で、肉を入れます。僕らも手際が大事ですから、鮮度が大事。多分みんな結構さ、結構こねると思うのよ。なんだけど今回はお肉もちょっと粗めにします。粗挽き感を生かしていこうと思いますので、このままやな。大事なのは空気を抜くことです。あんまりパンパンやるとお肉が飛ぶから、丁寧に空気を抜くね、優しく。卵をも使います。わかるか。はい。おお、もうちょっと美味しそうじゃないですか。美味しそうね。で、僕ね、肝心なことに気が付いたんですよ。ちょっと胡椒振ってくれ。何事も下味が大事。役者だって下積みが大事でしょ。閉めて。で、今日は食べやすいように丸くします。丸い、これ丸い方が可愛い。二口サイズぐらい。そうそうそう。で、丸くして、可愛いサイズにします。だいぶ玉ねぎ多めですね。そうなんですよ。すごいね、玉ねぎの量。見て。ほぼ玉ねぎです。これ何？ジューシーさないやろ、これ。めっちゃ白いっすね。めっちゃなんか、玉ねぎもでっけ。メンチカツ作ってて思えないね、これ。ちょっと待って。あ、いいんだよ。じゃあ、もっと落ち着いて。本当にこれ見るからね、全世界の劇チョッパーファン見るよ。うん。で、やっぱりみんなもご家庭で劇チョッパー流メンチカツっていうのもね、今夜の食卓に。で、ここ一番大事、小麦粉をまぶしていきます。お願いします。山本君、手が汚れちゃったんで小麦粉振ってもらっていいですか？ありがとう。これで卵に通します。いくよ。
つけます。で、もう、卵つけたらすぐ、パン粉つけたらすぐ揚げるからね。いや、油の温度とか大丈夫なんですか。もう温まってるでしょ。知らんけど。さあ、危険だから離れるんだ。行くぜ。おお、いいね、次行こう、次行こう。これ見とけ。よかった、じゃあ待って、これで入れてくれ。俺がパン粉をつけるから。よし、入れてくれ。うお、やばいやばい、ゴミが甘い。お前、崩したら許さんからな。マジ無理だよ、これ。これやばいよ、あげる？あげてくれ。またあんないしてるな。やばいやばいやばい。なんかめちゃくちゃ沼だぞ、お前。水あげするから。ちっちゃ。何これ、お前。もうちょっとギュッてだな。はい。ギュッてした方がいいぜ。はい。かすぎた。あ、いいんじゃない？ほら。めっちゃ美味しそうじゃん。もう、なんでやっぱさ、何よりも大事なのは赤くないことよね。やばくね、これなんか揉むとこまで良かったけど、どうすか、絶対これ想像と違うくない？なんかうう見た、なんか爆発した。え、今なんかバラバラになってるんだよ。隠さないで。あ、もう赤いとこないよね、これ見て。うん、いいよね。さあ、皆さん、もうちょっとですよ。すげえ、いい顔で喋りますね。ごまかそうとしてね。これやばいって、ちょっとこれやばい、色がして。マジ、大事なのは味ですから。申し訳ないな。こんなの見たことないって。やばいって、これ何これ、どうしたらこうなるの。ちょっとさ、提案があるのよ。わざとやってるでしょ。何これ。でね、君たちさ、君たち明日しまう。赤くないっすか。赤いのよ、まだマジで。残さず食べてね。で、やっぱ赤みが気になると思うんですよ。だから、これを一回つけるの。そして、ちょっとだけチンするね。チン。お腹壊していけないじゃん。腹立てをチンって言う。腹痛いって。やばくないこれ。1分ぐらいでいいよね。知らないっす。知らないよ。さあ、まもなく完成ですよ。あれ、人をそうとしてる。よし。おお、うわ、いいね。ちょっと待ってくれよ、もう。一つ言っていい？出したときにめっちゃいい匂いした。ほら、ほら、おお。じゃあ席に着いてください。はい、というわけで完成しました。今から食卓に持って行って二人に食べてもらいます。はい、というわけで完成です。総太郎特製特撮飯第一弾メンチカツ。どうですか、マンデ君。いや、どうなんでしょうね。見てよ、まあ、わざとこの、まあ、二口サイズっていうことで丸くしたんだもんね。それからやっぱメンチカツってこういうイメージがあるからさ、まあ、どうしてもなんか違うなっていうのは思うけど、食べてみてよ。いただきます。はい。でもすごいちゃんと火は通ってますよ。美味しそうじゃないですか。うん、すごいね。あ、結構短時間で火通ったね。やっぱこのそうちゃんがこだわったこの玉ねぎが大きいの、うん、美味しそうだね。いや、普通にね、今ね、香りはね、うん、あの美味しそうなメンチカツの香りですよ。そうだよね、うん、これメンチカツの香りだな。じゃあちょっといただきます。はい。あのね、待って、感想言う前に俺も食べてみていい？うん、まあ、じゃあ後で言う。マジで。いただきます。サクサク感。うん、うんうんうん、どう？
あのね、感想言っていい、うん、まず、うん、玉ねぎ、うん、もう一枚むくんなきゃダメよ。皮がすごい口の中に残る。あと、こんだけ揚げたてなのに、うん、めちゃめちゃ冷めてるし、サクサク感もない。ハンバーグ、ハンバーグだこれは、はい、ハンバーグです。もうメンチカツじゃない、これは。本当？本当？って自分わかるでしょ、食べたから。メンチカツ食べてんだから、いっぱいメンチカツと思い出してみてください。あの時のメンチカツと、あの頃食べてたメンチカツはジューシーでサクサクして、サクサクしてこうジャンと取り合ったやつとかめちゃくちゃうまかった。ジュワーっとして、口切れ口痙攣してるやんけ。どう？いや、どうなの？違うでしょ、明らかに。お弁当のメンチカツみたい。いや、それはないよ。一回てっぺんにも食べてもらおう。じゃあこれいただきます。まじ忖度なしで。うん、マジで普通の感、うん、正直な。どう？メンチ食べて。シャリシャリ落としないっすよね。やっぱ玉ねぎでかないっすか。マスクは全然ないっす、思ったより、うん、そんな言うほど。味はメンチカツですよ。味はね、味は全然。ただ米進むか言われたらちょっとわかんないっすね。わかんないよ。3日間飯食ってないとしたら、いや全然ガツガツで。いや、それそんなんずるくないですか。そんなもん。油すごいっすね。油やばい。こっちちょっと食べていいですか。じゃこっちちょっと行ってみて。こっちはもうかなり揚げ直したから。揚げ直して、まあ見た目はちょっとあれですけど、こっちは、うん、崩れちゃったからね。はい、残念ながら。こういう別に味に見た目関係ないじゃないですか。いいこと言うね。おいった。こっちはこっちで硬いっすね。硬い。てっぺんのじゃあ得点だけもらっとく。お願いします。10点満点中、うん、正直に言う、はい、何点ですか。6点あ、でもこれ忖度なし、忖度なしで、でも全然、はい、やっぱちょっと満点が厳しすぎるんでしょ。6点あげちゃう。6点ですかね。ありがとうございます。満点くんは0点ですね。はい、0点ですね。厳しい。僕はなぜ0点をつけたかというと、うん、1点か0点か迷ったの。それはなぜかというと、うん、まあそうちゃんその今回戦隊飯じゃない、うんうん、やりたいと。で、思い出のあのもうそうちゃんのやってたキャラクターなんてもうメンチカツありきのさキャラだったわけですよ。その思い出の飯を作ってもうこれと。もうね、がっかりです。美味しいのよ、味はちゃんと美味しいです。期待しちゃったのね。期待しました。だから0点つけたのは初回でまだスタートなわけじゃん、うんうんうん、でこのまだまだ当然伸びしろがあると思うし、はい、今回 の経験を次にステップアップとしてほしいからこその厳しく0点。なるほどね。愛情俺がだってさ、うん、7点とかでさ、うん、味は美味しかったとか言ってたらさ、確かにその気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。やっぱ親友だからはっきり言ってくれるんだね。だしもうやっぱりチョッパーのこの思い出の飯っていうことで、ね、再度この企画が進んでからリベンジをしてほしいっていう意味で、うん、いやそうね、次は10点出してほしいっていう意味で、敗因が分かってますよ。はい、クックパッドを見なかったことです。確かにないけど、揚げ物はクックパッド見てください。絶対というわけで。ちょっと待って、あのさ、結構買い物の時やいのやいの言ってたじゃないですか、うん、何が足りなかった。まず、うん、人参。人参、うん、人参とあとお酒。お酒、臭みを消すんじゃないかな。あで、うん、あとはやっぱりてっぺが俺はびっくりしたのは、うん、玉ねぎ炒めずに入れたよ。いや俺それ思ったの、あれやっぱ炒めるんじゃないかな、途中で思った。でもちゃんとこれまあ、うん、玉ねぎがこんなに硬いから、うん、やっぱ炒めた方が柔らかかったかもね。そうね。あれで、あーちょっといいかってなったけど、もうてっぺんとせ炒めないのみたいになって。
玉ねぎ切った後水洗いってするもんなのかなって。そうですね。いや、しないのよ。しないんだけど、ちょっとこぼしちゃったから、君たち嫌かなと思って洗った。あと、僕らが見てたのは、おろしニンニクとか。ああ、そうだ。あ、まあ、でもそれは、うん。あ、入れたら美味しいよね。なくてもって感じ。ぐらい、あとはでも、まあ、大体合ってたってこと。大体合ってましたね。合ってます。はい。合ってた。合ってるのよ。合ってるのにこれなんです。だから味は、まあ、それなりに美味しいと。大成功でございます。ダメですよ。宗太郎さんの自己採点は、ぶっちゃけ言うよ、劇ショッパーのファンも見てるわけで、ね、劇ショッパーの大好きな大好物のメンチカツ、はい、これです。それをこのいろんなのを踏まえた上で、なんて言うんですか、今後のこの企画のためにも、はい、マイナス53点です。そうだよね。ちょっとこれリベンジさせて。いや、した方がいいと思う、これは。明日暇？取り直そうとしてるし。なかったことにしようとしてますよね。マジでこれはね。これ1回目なんで、まあ、2回目、3回目は違うものを作りますけども、途中で1回リベンジさせてください。いや、しましょう、これは。で、今度はちゃんとレシピ見ます。うん、レシピ見て、ブンブンチョッパー買うわ。何それ？こう、ブーンって引っ張ると、玉ねぎがみじん切り。というわけで、はい、第1回特撮飯、はい、結果は0点でございました。はい、またね、うん、リベンジしてください、これは、はい、愛情のこもった0点ですから。ありがとうございます、はい。まあ、味は美味しかったよ。ありがとうございます。というわけで、ね、この後残さずに食べていただきますので、はい、食べましょう。はい、バイバイ。頑張ろう。ファンタスティックテクニック。はい、はい、じゃあ切ります。いや、味は美味しい。